ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。寝台電車の元祖、583系です。最初に使用された列車が新大阪博多間の寝台特急月光だったから、月光型と呼ばれているそうです。来た来た。1972年昭和47年に、583系は総勢434両となりました。当時の特急用電車形式としては最大勢力でした。夜は寝台として、昼は寝台を折りたたんで天井近くに収納することで、座席車として用いる、凝った設計でした。寝台と座席を変換させる車両は、とても珍しいです。車庫が開いていなかったため、昼夜、走りっぱなしにするため、寝台と座席が変換型になってます。1967年昭和42年に、581系がデビュー。博多発の夜行特急月光として新大阪へ向かい、折り返して昼間の特急緑として大分に到着。1968年昭和43年、上野青森間で中高特急初狩り。折り返し、夜行寝台特急ゆうづるとして走りました。1964年頃は、オリンピックがあり、新幹線が開業し、ゼロ系が走っていました。東京新大阪駅しか新幹線がなかった頃、長距離移動に、583系は、とても人気がありました。山陽新幹線の延伸、東北新幹線の開業によって、583系の増備は1972年昭和47年が最後となりました。さらに、運賃値上げもあり、乗客が減っていきます。昼夜にわたって走り続けた583系は、車輪や台車の傷みも激しく、故障が続発し、車両数も減っていきます。普通列車用に改造され、九州、北陸、仙台地区で通勤や通学に利用されました。2017年4月20日土曜日の運行を最後に引退しました。引退しても、583系の鉄道模型は根強い人気があります。2018年には、新規で再発売するほどです。583系は鉄道模型になって、走り続けます。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。